よし、皆さんこんばんは。レガシービックリジャパンの時間でございます。さあ、今ちょうどね、スチュワートが押し出しで1点取られたところですけどね、なんかダメそうですね。はい、ということで今日も元気にやっていきましょう。レガシービックリジャパン、今日の参加者は、お、すごい、15人だ。やっぱ3連休の中シュートいるんだけど、一人シュートっていう参加者がいる。打ってくれ。さあ、この人誰だろう。バーフィっていう知らない人がいる。これどれ。バーフィルさんかな。トーナメント参加スイッチ。ああ、デッドリーキッチンさんか。バーフィルさんになったの、デッドリーキッチンさん。よし、じゃあとりあえず参加者を転校していきましょう。サイアークさんいます。アークさんいます。シュートことニセゾウさんいます。ノタコンさんいます。白雪ノアさんいます。クリムゾンさんいます。ノリさんいます。夢どこさんいます。で、このバーフィルさんが誰かわからない。デッドリーキッチンさんじゃないかっていう話らしいんだけど、返事がない。そもそもデッドリーキッチンさんも、この人かな。まあいいや。アキラさんいます。一銭さんいます。ひでくいさんいます。カイマンさんいます。私はバーフィル私はベインマックこのバーコードの方がバーフィルさんこと、デッドリーキッチンさんこと、この間なんだっけ、なんかゲーマーキングさんとかだった気がするんだけどまあ、バーフィルさんでいきましょうかね。なんかこの間名前ちょっと嫌だって言ってたから、多分変えらっしゃっちゃうね。どこまで行ったっけ。カイマンさんいます。テラムリムリカタツムリさんことヨリさん。ヨリさんいる？あれ、なんかテラムリムリカタツムリさんいたよね。あ、ヨリさん。なんかここにはいないけど、プレイ中にはなってる。
で、カズモンさんいます。OK、全員いますね。あ、そういうことか。対戦相手、夢でこさんだと思ってってことか。まだなんですよ。まだシャッフルしてないので、まだなんです。チェックインして、で、シャッフルして、OK。はい。開始。またかーって言ってる。そうね、またやね。この組み合わせ再びですね。あ、ここ面白そう。ここ、ああ、ここも面白そう。どこ見よっか。どこ見よっかね。迷うね。またかーって言ってる。まあ、一戦バーフィルはちょっと先週も見たのでやめていきましょう。面白そうだけど。あー、ここか。ここなんだよな。ここを見たとき、こう、あー、どうしようかな。まあ、ちょっとやっぱザーグはね、貴重なので。貴重なザーグを見ます。ソフトバンクが負けちゃう。なんでこんなことになったんだ。DNA おめで、優勝おめでとうセールあるのかな。ポケポケさ、開発に DNA 関わ、そう、DNA 優勝しても特にあんまりいいことないんだよな。課金が安くなるかな。負けちゃうよ、これは。ここでオースティンに打たれたらもう負ける。打たれなかったらまだチャンスあると思う。ゲロ甘いボールから入った。なんでこんなことになったんだ。2戦目までは楽勝だと思ってたのに。まあ楽勝かどうかはともかく負けるはないだろうなと思ってたのに。まあさすがにね。なんでこんなことになった？誰か教えてくれ。よう止めた。よし、じゃあ行き、ま、カズモン VS アキラ。あ、でもね、デッドリーキッチンさん、なんだかんだディスコードのボイスチャットに来てくれてるから、最悪困ったらここに行けば直接やり取りできるっていうのはありがたい。ちょっとね、コミュニケーションに少し難はあるけど、ここで喋ればなんとかなるから。あれ、なんかなかなか始まらない。まあ大丈夫でしょう。ああ、もうダメだ。 なんかダメだね。どうしちゃったんだ。もういないか、見なくて。
来た来た。もう1点取られたらもう消すわ。よし行きましょう。はい、消します。もういいです。はい、始まりましたレガシービークリージャパン第、431回大会の模様をお届けしていきます。マップ左下、赤色ザーグカズモン選手、マップ右上、青のプロトスアキラ選手、マップはアルキオーネでございます。今横目で筒香が走者一掃のタイムリーツーベースを打ったところを見て、もうやめ、もういいやってなった。もういいです。8点差ですのでもう勝てません。野球は8点差になったら勝てないです。でも筒香は好きな選手なのでいいです。さあもうね、野球とかいうくだらないスポーツのことは忘れよう。みんないつまで野球のこと言ってんの。スタグラに集中してくんない。さあ、カズモン選手はハッチェリーファーストからのスタートです。ハッチェリー、ガス、プールですね。まあ、オーソドックスなスタートになっています。まあ、秋田選手はこれを見て、ネクサスファーストでいいなと。うん、ゲートウェイ、ネクサスですね。この形。さあプール完成、リング4体からスタートですね。秋田選手、生産はアデプト。うん、平和なもんです。さあプロブが落ちましたが、ここにアデプトがやってくる。おただちょっと殴られちゃった。こっち、さあついていくリングがいないので、これは出るかもしれませんね。出た。うん、1体目のドローンはしっかり逃が、おお、これもうまい、いいですね。あー、ただこちらは妨害できず。おお、ロストは最小限に抑えました。見事ですね。1体かな、1キル。うん、いいですね。いいマイクロでした。リングがいないのでね、結構まあ2、3キル持っていかれてもしゃあないかなっていうところではあったんですが、1キルに抑えることに成功しています。さあアキラ選手はスターゲートですね。オラクルから、おっと、これは、この完全封鎖は正解でしたね。これしてなかったら積んでたまでありますね。
リングの数を見てシールドバッテリーをもう一つ立てまします。さあこちらはスパークローラーがあるので、まあ4キル5キルとかは難しそう。2キルが精一杯か1キルが精一杯か、うん、このぐらいでしょうね。お、それはどうだ。うん、まあただね、このリングがここにいるとちょっとセカンドベースに行きづらい。あ、サードベースに行きづらい、秋田選手。十分なユニットが出てからじゃないと厳しいですね。おっと、これは、うん、引いていきます。まあユニットがこれぐらい出てくるともうちょっときついですね。さあ、試合は中盤戦に入っていきます。スポアは1本。2キル。おーっと。何キル入った？全部で6。まあ、さっきので5って感じですかね。さあ、ただ、リング、ベイン。ここはサードベース潰しに行くか。ベインでもしアデプトをうまく吹っ飛ばせれば、大ダメージのチャンスありますよ。行くなら今すぐ行きたい。やっべーってなってますね。あ、これやめ、逃げますね。うん、サードベースはちょっと守るのは難しいかな、これは。うん、サードベースは守れませんでしたが、まあユニットは結構守ったかなというところですかね。さあ、まだリング24体いく。ちょっとね、ドローンの数、カズモン選手心もとないですが、大丈夫か。今のところでリングではなく、あ、ドローンではなくリングを増やす選択をしました。うん、カウンター警戒したかな。さあ、ただ軍はこっちから来ています。ブリンクはまだ入ってはいません。リベレーションでクリープ処理。おっと、これは？あー、ブリンクまだ入ってなかった。ブリンクがまだ入っていませんでした。なんとかリコールでとっさのバック。ただ、ユニットを結構失ってしまったぞ。さ、このベース、また守れないか？オーバーチャージがまだ使えない。ただ、いいですね。ブリンクでうまーく、隙間に入り込みました。バッテリーのエナジーはなくなりましたが、オーバーチャージが使えるはずです。思ったほどプローブロストはなかった。カズモン選手、今のは結構しっかりダメージ入れたかったでしょうけどね。いやー、ほとんど入ってない。さあ、カズモン選手、ここでサプライブロックがえぐい。サプライブロックがえぐい。ハイドラリスク急いで生産中。うん、いい攻めでしたけどね。悪くない攻めでしたが、秋田選手丁寧にディフェンスしてきました。さあ、オフェンシブリンクしたが、これは大丈夫か。うん、リングハイドラが追いかける。ハイドラは移動速度アップだけが入ってる状況ですね。さあ、カズモン選手大忙しか。ちょっと資源が余り始めています。ラーカーでインフィステージョピット同時立て。こっち側ね、クリープが伸びてないのが気になりますね。
サプライは五分といったところです。お、これはいいランバイ。うん、小さなランバイですがナイスランバイです。さあ若干のゆっくりした時間が流れます。パキーン。うん、ここのベインランバイはユニットでしっかり対応できています。さあ編集のラーカー1体ずつフォーカスファイヤー。さて、そうこうしているうちに試合はレイトゲームへ。ラーカーも出てきますし、ハイブリも向かってます。アキラ選手も、フリートビーコンですね、エアテックを伸ばしていきます。ストームはあるの？ストームはないんですね。はい、テンプラーは出していない。さあこのフィフスベース守りたいですが、ちょっと守れないか。うん、アキラ選手ブリンクの機動力でうまく振り回してますね。カズモン選手としてはラーカーを使ってね、うまく守りたい。さあマザーシップ出てきます。さらにスターゲート3つ追加。いやー、本当に右に左に完全に振り回している。うん、フィスを取らせてもらえない。もうこっちに取った方が良さそうな感じはしますね。ここはもうガチガチに固めてますね。ただラーカー、これラーカーは戦っちゃまずいんじゃないか。アキラ選手ちょっとこれはどうした、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 何があった。ちょっと操作ミスか、見てなかったか。うん、今のは完全に戦っちゃいけないところで戦ってしまった。とてもじゃないですが、この狭いところでラーカーを相手にするのは無理です。さあカズモン選手は押し時と判断して押していく。ただね、このラーカーについてくるユニットが今あんまりいないんですよね。そこがネック。さあカズモン選手思い切った攻めを。おっと、ブリンクインしてセカンド前を抑えに来る。ただここでクロークフィールド来た。オーバーシェアがいない、オーバーシェアがいない。オーバーシェアを連れてきていなかった。クロークフィールドのおかげで再逆転。アキラ選手の損耗も激しいですが、カズモン選手試合を決めれるとこでしたが、決めきることができず。いやー、オーバーシェアがいるだけで勝ちだったんですけどね。マザーシップは、マザーシップは落ちましたね。マザーシップは落とされました。
まあ、ここはちょっとガチガチなので攻めれないですね。いやー、このベースが取れてないのはカズモン選手きつい。アキラ選手の損害もでかかったですが、キャリアへのトランジションができているのは大きいですね。ハイテンプラスと思わない。カズモン選手はね、スパイアにはいけてないんですよね。というよりフィフスがまだ取れてないのがあまりにも痛い。おっと、ハイドリスクが孤立して戦っている。これは良くないぞ。いやー、ハイドリスクリング部隊全滅してしまった。アキラ選手そのまま押していきます。ストームこそないですが、アーコンの範囲攻撃はやはり強力。ただここはオンクリップだぞ。あまり無茶はできない。結局まだフィフスが取れていないカズモン選手。お、ヨヨさんこんにちは。こっちに取ろうとすると、そうですね、ここにもっと早く取るべきでしたね。ここもしくはこっち。さあファンガルは打てる。打てます。パシャって、さらにマイクロビアルシュラウドまで使っていく。さあこれはうまいぞ。キャリア1ダウン。カズモン選手うまいね。うまいけどちょっとやっぱ内政の自利品さがきついな。サプライで言えば互角。ただね、やっぱザーグがね、このタイミングでプロトスとサプライ互角っていうのはあんまりいいことじゃないですからね。なんとかここにようやくフィフスが取れるか、まあ、リッチが取れれば少しはマシになるかというところですかね。念願のフィフスです。ここにね固執しちゃったのでね、それが痛かったかな。ただなんとかリッチ取れました。アキラ選手はもうベースを6つ取っています。さあカズモン選手のインカムが復活しつつありますが、このベースに再び三度リングアーコンが、失礼、ゼロットアーコンが襲いかかる。おっと、キャリア部隊強引に、ただここでファンガルをがっつり食らった。キャリア3体ダウン。まだ行く。しかし同時にリングアーコンがここに、あ、失礼、ゼロットアーコンがやってくる。フィフスベースはちょっともう持たないでしょう。もうこうなったらもう行くしかないですね。カズモン選手は潰すしかない。ここで勝ち切るしかない。さあカズモン選手押し切れるか。ただ大量のゼロットがワープインされてきた。ハイドロリスクの天敵でもあります。
ここは敗走。こうなるとこのベースを失った分きつい。いやあ、明選手もねサプライはだいぶ落ちはしましたが、まあ、それでもやっぱインカムがあるのでね。ハイダラの天敵って多すぎて、まあまあそれはそう。カズモン選手やっぱフィフスがね取れなかったのが全てですね。ロストはねプロトスの方が多いってことはないけど、ロストはね PVZ だったらこれぐらいのレートだったら全然ザーグが有利取れるぐらいのレートなんだけどね。いやー、フィフスが取らせてもらえない。アーコンに必死にトランスフュージョンかけますが、ここまで。勝ったのはアギラ選手となりました。好ゲームでしたね。いや、いいゲームでしたよ。カズモン選手ね、ものすごくいいシーンあったんですが、ここですね、ここ。まあ、正直ちょっと、アキラ選手がやらかして、軍をほぼ失ってカウンター。まあ、あとは潰して勝ちっていうところだったんですけど、マザーシップが来ちゃいましたね。オーバーシアを連れてきてなかった。あそこね、少し手間取って、ちょっと戸惑ったのか、少し時間かけちゃったのも痛かったですね。ここに勝ち筋は確かにあったんですが、生かしきれず。激戦でしたね。さあ2セット目いきましょう。はい、始めました。リガシービークルジャパン第430回大会の模様をお届けしていきます。奥左上、赤色ザーグ、カズモン選手。マップ右下、青のプロトス、アキラ選手。マップはオーシャンボーンでございます。
でもね、さっきの試合はいいゲームでしたね。まあ、カズモ選手のいいエンゲージがちょこちょこあって、アキラ選手もだいぶ苦しんでましたけども。まあ、ただやっぱちょっとね、もう内政が少し細かったっていうところで、最後は自費になっちゃったかな。ワーカーをね、伸ばすのもやっぱ少し遅かったし、構成自体は結構長いこと刺さってたんですけどね。ちょっともったいない100ミネラルロストになりました。さあ、カズモン選手はサードベース、それからレアですね。3分16秒。まあ、結構早めにレアを押してきました、今回。ここはカズモン選手、一気に囲みに来た。いい判断ですね。ただレアがバレてしまいました。スパークローラーはしっかり立ってます。お、こんにちは。今日このゲーム始めました。キクリン青江さん。はじめまして。青江の人？ひよこさんの知り合いだったりする？君は正しい場所に。おーっとさ、ここでうまく囲んだ。ワープインしたばっかりでしたが、いや、ちょっとでも足りねえか？リング足りねえか？ギリ足りるか？勝つのはどっちだ？ストーカー VS リング。勝つのはリングだった。まあ、こんな感じでね、毎週大会やってるので、ヒクリンさんもぜひね、いい感じになってきたら参加してください。ディスコードにもぜひいらしてください。もういらっしゃってるかもしれないですけど。でもね、カズモンさんね、なんか一つ一つのプレイしっかりしてるわ。今のとか、ちゃんと逃がす動き、サボらずにしてるし。このゲームね、サボらないって大事なんだよな。サボっちゃうんだよね。おっと、ここのハイドラは裏目だ。リング、失礼。ストーカーも一緒に来てしまった。ちょっと軍が揃ってない。嫌なタイミングで攻められましたね、これは。おまけにサプライブロックまで入ってしまった。
そうだね。なんか第二のクリムゾンが生まれてるんだけど。どうでさ、これは結構思ったよりストーカー側のロストもでかいぞ。キューピーン。まあでもいいプレッシャーですね。今ののせいでカズモン選手はうまくワーカーを伸ばすことができませんでした。ただどうだ、これはもう腹いせにカウンタープッシュいくか。でもまあドローも作ってますね。さあカズモン選手押していく。ここはこのハイドラでできるだけバリュー出したいですね。ただ足が遅い、アップグレが入ってないから足が遅い。なんだ君たちは。おーっとさ、これはうまく待ち構えることに成功している。押し込み。さあ、ハイドレスク、足アップ終わったぞ。こうなると割と自信持って攻められる。ただ、ここはバッテリーが2個ある。おー、危ない。うん、ホース狩りもありますね。ただ、この動き。アキラ選手も察知している。いやー、ただこの数のハイドラさすがに強力。あーっとワープに落とされる。しかしチャージロット大量ワープイン。さあ、さっきも言いましたがハイドレスクの天敵坂上で待ち構えて、これもまだ逃げなきゃダメか。ハイドラリスクはじゃあゼロットに弱い。さあ、ハイドラ生産中だったカズモン選手反転したいところですが、フィフスベース割られてしまう。今回もまたフィフスベースがなかなか取れない展開になっちゃいますかね。落ち君もゼロットに弱いですゼロットに強いユニットはまあベインリングぐらいか。あとウルトラリスク本当にねゼロっている時だけ強気だよな。ゼロっていない時は逃げろっつって引いていくのに、ゼロっている時はオラ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 っつって突っ込んでいくから、ね、おっとここはうまく隙間を縫ってストーカーが、ゼロットストーカー部隊がフォースベースを叩き割りに来た。さらにリコールで帰ってのけた。これは痛いですね。アキラ選手振り回しているマルチタスクでアドバンテージを取っていく。まずこのフィフスはキャンセルさせる。ただここは強気に行く。左から右から左右からうまく囲んで軍を全滅。そのままフィフスをまず割ってのフォースまで行くか。さあ、建築中のフォースまで伸ばしていく。アーミーでは30近くリードがある。
勝ったのはアキラ選手となりました。はい、ということで、いいゲームでしたけどね。まあ、今回もリングハイドラで強気に出たカズモン選手でしたが、まあ、さっきほどはちょっとうまくいきませんでしたね。まあ、むしろアキラ選手にうまーくあしらわれてマルチタスクを許してしまったかなというところでした。貴重なザーギが、さて、白雪のは明らかな。フォローありがとうございます。あ、ヒクリンさんフォローありがとう。ヒクリンさん、ぜひねディスコードの方にもいらしてください。日本語ウィキの方から行けますので。はい、はい、明日レガシービークルジャパン第430回大会の模様、31回大会の模様をお届けしていきます。マップ左下、赤色プロトス、白雪ノア選手。マップ右上、青のプロトス、アキラ選手。マップはアルキオーネでございます。新マップはね、いや、総入れ替えじゃないっぽいんだよね。なんか、5マップ ?6 マップかなんか停止されてるっぽい感じ。4残しかも。何だったかな。
6つ公開されてるから3残し 6交代かなになるのではなかろうかと。今回のマッププールっていつ変わったっけ？前の大規模パッチの時か、3月か。3月だね。3月に5つ来て4つ残った。ゴールデンオーラ、サイトデルタ、オーシャンボーン、アルキオーネがロストだから、多分そこの4つは抜けるんじゃないかな。まあ、ゴーストリバー、アンフィオン残しとかか、どうなるだろうね。さあ、パイロンは立て切りました。確かにどうする、新マップ6つで全部で15マップですって言い始めたらバンが大変すぎる。逆に6っていう可能性もあるしな。無茶だったかなって感じしますね。バッテリーあるので。さあ、ワーカー差が随分ついてますね。8体のワーカー差がついている。なんでここまでワーカー差つきましたかね。あーっと、逆にアデプト流し込まれてしまっている。まあこれは GG でもしゃあないですね。サード急いだか。ああ、サードあったのか。ちょっと今のはうまくいけませんでしたね。
はい、始まりました。レガシービークルジャパン第431回大会の模様をお届けしていきます。マップ左上、青のプロトス、アキラ選手。マップ右下、赤のプロトス、白雪、ノア選手。マップはゴールデンオーラでございます。ちょっとさっきの試合はアキラ選手うまくいきませんでした。少し前がかりになったとこでアデプトを流し込まれて、まあ、GG ですね。ね、セカンド確証したら負けみたいな時代もありましたけどね。ウィングス・オブ・リバティ時代は。まあ、ウィングス・オブ・リバティ初期なんかどれだけ上手にフォーゲートできるかっていうゲームでしかなかったからな。もっともウィングス・オブ・リバティ初期って今からかれこれ13年とか前の話だけどね。やべえ、13年だぜ。わかる？13年っていう年。その時に生まれた子が中学生になってるってことだ。やべえなー。俺このゲーム始めてもう1年、13年と8ヶ月経ってる。まだ幼稚園だ。 カズモンさんぐらいじゃない？まだ幼稚園な人。レガシーウィークリージャパン参加者の中だと。ここ2、3年で始めたみたいな人ね。だから結構ね、始めてはくれるんだけど、やっぱなかなかこのゲームしんどいからね。長く続くっていう人は実はあんまりいなかったりしますけど。日本語がなかったりとかね、するのもやっぱちょっとね、まあこの間というか、ディスコードでちょっとそんな話もありましたけどね、日本語の情報が動画で全然、まあ今はね、動画の時代なのでね、動画ってね、やっぱすごく大変だからさ、作るの。パワーがいるんよね、マンパワーが。テキストだったらまだね、なんとかなるけど、動画作るのって大変ないよね。あ、死ななかった。お、死んだ。ちょっとね、セントリー舐めちゃダメですよ。セントリー今強いですからね。まあ、最も、もう、シールドがないので、ボーナスダメージは入らないんですけどね。そう。あくまであれはシールドダメージなので、シールドがなくなった後は今までのセントリーの火力に戻ります。さあ、最初、序盤のスカーミッシュはストーカー1キルというところで、まあ、小さな勝利を得ることに成功しています、アキラ選手。さあ、お互いのテックはどうなってるかというと、白雪の選手はロボ。アキラ選手はブリンク、それからフォージ。日本語版がね、できればね、今からでも遅くなかったりしないかな。なんか、どうやったら今からスタグラ常に日本語版できるかな。なんかもうすぐさ、あれに来るじゃん。Xbox ライブにさ、ゲーパスに、お、あーっと、アキラ選手入ってきた。今度は、1、2、3、4、5、6、7、
7体。いやー、これで7キルいかれんの、えぐー。そう、ストラテジーゲームはね、日本語だけない。おっとおっと、あー、最悪だ、最悪。なんかこの試合は逆に白井球7選手が何もうまくいかない試合になってますね。ただアデプト入っている。でも思ったよりダメージないですね。ビヨン。サプライこそほぼ五分ですが、状況は非常によくありませんね。何やってもうまくいかない。ゲーパスにさ、スタクラ2が来るからさ、なんかその時しれって日本語化されたりとかしてないから、なんかもうぬるっと。だってほら、東京ゲームショーでさ、Xbox の社長がスタクラ2のさ、T シャツ着てたってことは、つまり、スタークラフト2日本語化しますよっていうメッセージだと受け取っていいと思うんだよね、俺は。それ以外なんか考えられる？なんかある？他に。さあ、変な入り方してきたぞ。これどうすんだ？リコールで帰るか？おーっと、イモータル食って、さらにこのベースまでキャンセルさせるか。持っていけるのか、キャンセル。あ、持っていける。いやー、ずいぶんとバリュー出しましたね。ストーカー何体ロスト？今ので5ロストか。ストーカー5体で今の戦果は十分すぎるぐらいですね。えぐいね。いやー、アキラ選手やっぱね、ブリンクストーカーの使い方はとてもうまいですからね。さあ、今度はまた、いや、さすがにこれはフォースフィールドで阻まれる。でもね、こうやって動くことでね、FF のエネルギーもどんどん減っていくしね。さあ、ただやられてばかりはいません。ワープリアデプトプラス上アデプトと下アデプトでいきます。おっと、イモータルが反応していない。おお、どうした君たち。いやー、ダメージがめっちゃ入ってる。え、ちょっとアデプト攻撃層がやっぱ入ってんのこれ。うん、ここもイモータルを全力フォーカス。アデプトの攻撃速度アップ入ってますね。なんで？なかなか珍しいけどね。さあ、これで沸かす逆転。ねえ、嬉しいよね。なんか、なんとかなんねえか。どうすればいいんだ。もうストーリーまでとは言わないから。マルチプレイヤーだけでも日本語化してくれんか。ゼータが言わねえ。うん、ストーカー躍動してますね。さすがやはりアキラ選手のストーカーです。まあワーカーこそ結構削られましたが、アーミーは 1.5 倍の差をつけています。おっと、妹が孤立してる。次は何ですか。うざいですね。まあ、まさにさっきのね、ザーグ、カズモン戦でもやってたような立ち回りですよね。このストーカーで鬱陶しい動きをひたすら続けて、ただそれをしながら軍を増やして、まあ、プッシュタイミング伺ってますよね。
さあ、もうこれはアキラ選手行くでしょうね。さあ、オーバーチャージ使いましたが、これは、うん、バッテリーフォーカスする。ゼロットが強い。ああ、フォースフィールド見事イモータルを完全に挟み込む。非常に近い位置でワープインすることができています、アキラ選手。オーバーチャージはもう残ってない GG ですね。勝ったのはアキラ選手となりました。今度はアキラ選手が非常にうまくプレーしました。まあ、アデプトインからのワープリキルで、まあ、完全に主導権握りましたね。お、なんか全画面セレブレーションを引き換えました。だってさあ、これで1-1です。クリムゾンひでくい途中もしかして。クリムゾンひでくいまだ途中なんだ。すごっ。どんなゲームや。いや、迷ったよね、ここ見ようか。まあ、ただちょっとやっぱザーグ、貴重なザーグをね、見ておきたいというので、それは全然正しかったんですけど。だって、俺ら、今見てるやつさ、2試合ともフルセットなんよ。カズモン、アキラも、あ、カズモン、アキラフルセットではなかったか。フルセットではなかったけど、1戦目20分、2戦目も15分くらいだったから結構長めだったし、この試合はフルセットだしで。はい、マップ左上、赤色プロトス、白雪の選手。マップ右下、青のプロトスはアキラ選手です。オーシャンボーン。どんな試合になってんだ、クリムゾンヒデクエ。すごい長いガム。ゲーム。ゲームのことですよ。NMG で参加表現満たしてる。うん、まあ一応怪しさはある、あった、正直。まあただ、そのある程度の日本語のコミュニケーション、少なくともまず日本には住んでるんよ、それは間違いない。日本には住んでいて、で日本語もそのもうどうにもならないわけじゃないかなっていう。で一応なんかディスコード、そう、この人さ、先週ちょっとコミュニケーション大丈夫なのかなっていろいろチャットのやり取りしてたんだけど、なかなか返事が来なかったりして大丈夫かなと思ってたら、ディスコードの方に突撃してきて、普通にもう喋った。対面ではないけど、音声を通じたコミュニケーションを取った。大谷翔平の英語力ぐらいはあるんじゃないかな。まあでも、うん、すっごい長いガムは大丈夫でしょ。日本語のコミュニケーションが取れることが条件だから、流暢じゃなくてもいい。まあまあスムーズなって書いたような気もするけど、まあいいことにするよ。なんかすごいエフェクト出たな。日本語これからちょっと上達してほしいですね。さて、今回アキラ選手は、プロ棋士、ロボもプロ棋士しています。あーっと、これはアキラ選手やらかした。
これから攻めようというところでこのワンロストは痛いですね、ストーカー。警戒しますね、なんかあるなと。今のストーカーラスト痛え。あ、来ますね。気づいた。これはもう上で受けますね。っていうか白雪ノア選手にももうイモータルがいるというね。逃げろー。アデプトでうまく塞いだ、見事、あまりに見事。お互い似たようなことをやろうとしていたというところですね。スリーゲートロボ VS、ツーゲートロボなんですよね。いやー、アキラ選手かなりきつい状況。拡張してくれてないのでね。一平さん、地下キャンプとかやってんのかな。地下キャンプはやってほしいけど。BRB って何の略だったっけ。バイク、何バイクだっけ。あーっと、FF 塞ぎきれなかった。ここはもうプロブドンしかない。ただ2つ止められてしまった。まあプローブ仮に動員したところでワープリがあります。B ライトバックか。ありがとう。バイク、川崎バイクの亜種ではないってことだね。さあちょっとこれはもうきついですね。お、プライムサブスクありがとうございます。カイマンさん、音が変だった。なんでこのここの音変になるんだろうね。不思議でならないんだけど。ここは小さな勝利といったところでしょうかね。いやーでもちょっとあまりに差がつきすぎている。いやー、フェニックスまで来ちゃう。なんであんな音になるんだろう、わかんねえ。もっと変な感じになるか。まあ変な感じになったとしても状況は白雪の選手有利でしょうね。結局壊すべきベースは1個しかないので、アキラ選手は2つありますし、まあこの建物を壊すにはあんまり向いてないストーカーもいるという。いやもうリコールしますね。もう変な状況はごめんだというところでしょうか。さあただ意外とアーミーサプライには差がないぞ。ですがこのイモータル3体のアーミーパワーはいかんともしがたいか。 GG ですね。勝ったのはアキラ選手となり、あ、失礼、白雪ノア選手となりました。ちょっとこの試合アキラ選手はうまくいかなかったというか、まあ相性がシンプルにあまり良くありませんでしたね。
さあ、ヒレクイクリムゾン、ヒレクイ勝利ですね。激戦だったみたいです。アキラ白雪ノアはフルセットで白雪ノア勝利なんで、ノタコン白雪ノアいきましょう。すごい すごい長いガムはちょっとなんか味わい深いな。スウェーデンの人って言ってたっけね。おお、DeNA 日本一おめでとう。強かったね。何が3戦目から本当に違うチームみたいだった。はい、始まりました。レガシービグルジャパン第431回大会の模様をお届けしていきます。マップ左下、赤色クロトス、白雪乃選手。マップ右上、青のテランはノタコン選手。マップはクリムゾンコートでございます。いきましょう。ホークス負けました。大敗です。そうです。ボコボコにされました。もう何の望みもなかった。麦さんの感想をお願いします。5番近藤とかやってるチームに日本一になられてたまるか。何考えてんだマジで。5番近藤どんだけ強かろうが5番近藤はおかしいって。それだけはずっと言わせてもらう。別に2番にバントできるやつ置いてもいいけど、5番近藤はおかしい。それだけは絶対におかしいから。まあ、他はね、しょうがないよ。短期決戦って運もあるし、勢いもあるし、負けることもあるよ。それはね、仕方ない。打順なんて5戦。まあね、まあ実際、そこまでの影響はないんですよ、実は打順って。それでも最前提は取ってほしいかなとは思う。なんか、せいぜい1シーズン、おっと。1シーズン通じて10点違うとか、なんかそれぐらいの差しかないよっていうところではあるよね、実際問題はね。さあ、eBay ブロックはこれはプローブを送って止めに来る形を取りました。ロタコン選手最近かなり eBay ブロックしますね。なんか言うほどの差はないよ、打順って。いや、ま、もちろんその めちゃくちゃ打てるやつを9番にしてましたとか、そんなめちゃくちゃをやってたら話違うけど、意外とね、そんなに差はない。打順、その2番打者最強理論とかあるけどさ、2番だ、4番だ、3番だ、5番だぐらいでそんなには変わらんっていう。
なんだかんだね、監督の采配が及ぼす影響って野球はあんまり多くないんよ。それも本当に年間で言えばビビたるもの。実はね。さあ、ヘリオンスタートです。でも、日本で一番いいバッターを5番にする理由はないと思う。そう。野球はね、印象のスポーツでもあるから。さあ、アデプトは、おっと、入られた。ちょっと嫌な形ですね。これは、囲みに行く。うん、しっかり囲んで、こいつがやられなかったの大きいですね。さあ、ただ中見られてしまいました。メディバックに行ってるとこまでバレたので、まあ、ドロップは当然警戒していきますよね。おっと、さあ、入ってきて、ああ、でもきっちりやっぱ弱ってる。ヘリオンを殴りましたね。ダメじゃないですね、ほとんど。そう、ファンはね、負けた試合ばっか見てるからそう思うんだよ、当然。だって、ドジャースの優勝監督であるロボアーツだってね、散々言われてんだから。首にしろ首にしろって、系統がおかしいって。結局はね、ほぼ結果論でしかないんよね。大事なのはパワーがある選手たちをいいコンディションで送り出すこと。野球で一番大事なのはそれ。さあ、ヘリオンドロップ入ります。1,2,3。 ああ、いいですね。逃がされた時のためにこうやってバラしておくことでダメージを可能な限り最大化しに行く。ただ逃がさないのであれば中に入ってきていっぱい勝っちゃうよっていうところですね。10,10,10,10。はい。まあまあ入りましたね。うわー、まあまあとか言うてる場合ちゃうで。15キル。さあ、まあ当然カウンターに行きたいですよね。ブリンクあるわけですから。ゲートへの数は 1,2,3,3つ。まあでもストーカーワープにするんじゃなくてサードベースを取ることの方を優先しました。すごい開けましたね。ちょっとなんかプロボの、まあ、もう逃がしてもダメだと思ったのかな。反応が遅れちゃったので、あそこから逃がすとかえって焼きやすくなるので、もうそのままにしておいた方がいいという判断でしょうね、おそらく。反応してなかったわけではないので。さあ、入り口はタンクが張っている。バンカーにはマローダーが入っているという状況で、ちょっとカウンターは無理でしょうね。まあ、というか、そもそも白雪の選手にカウンターをやる気がない。お、フォローありがとうございます。お、リベルタ。うわー、えぐい。ここでさらに6、十分なバリュー。十分なバリュー出しましたね。ちょっと白雪の選手らしくない感じでしたね。あまりにも一気に行かれてしまった。日もまた涼し。マックスバリュー出していきましたね。都会にマックスバリューってあるの？ないの？なんでね、あれだけ音程ブレブレになるんだろう。ネットで噂だけ聞く。あ、ないんだ。スマリューないんだ。さあ、ここからはもうノーミス、まあ、ノーミスっていうか、そもそもミスをするしないみたいな次元に達せるかどうかっていう問題もありますね。ミスっていう概念が存在しない。おっと、コンカシブシェルが入ってない。このメディバック多分視界には入ったはずなんですが見えてないかな。
ここはしっかり反応。なんかうまくいかない。ただここはね、ユニットがあんまりいないので突破は問題なくできそうですね。何やってもうまくいかない。さあ白井久乃選手必死の抵抗です。あれバイスさんの悲劇なんだ。さあノトコン選手はようやくサードベースです。さあオーバーチャージを待ちます。オーバーチャージももうすぐ見納めかもしれませんよ。これを戻すつもりはなさそうですのでね。はい終了。リベレーターまで登場。マイクロサボらないですね。ジジですね。勝ったのは白井久乃選手、あ、失礼、ノタコン選手となりました。そうね確かに。近川誠一のコメント聞きたいな。横浜ね、いいチームだったよね。おっと、この戦いぶり見てると、じゃあなんで3位だったのっていうか、3位だったし、なんなら広島がさ逆噴射しなければ4位だった可能性すらあるようなチームなんだけどね。どうしたんだろう、なんで、なんなのこの強さは。ピッチャーはキレキレだし、打線はボコボコ打つし、まあ打線はね、もともとシーズンでも良かったですけど、投手陣がいまいちだったのが、なぜかここで日本シリーズでね覚醒しましたね。まあ東が帰ってきたのもでかかったね。おめでとう。まあ、セ・リーグだとね一番好きなチームですから、 DeNA はね。逆噴射はまずいか不適切な言葉遣いをお詫び申し上げます。はい、始めました。レガシービークリジャパン第431回大会でもお届けしていきます。マップ右上、赤のプロトス白雪の選手。マップ左上、青のテランのタコン選手。マップはゴーストリバー。
ただこれは結構早めに止めれそうですね。ちょっと嫌な形になってしまった。さすが、でもさすがのリカバリーですね。ただ、なんか別のユニット来てるぞ。なんかプローブが2体来てます。これは気づいて引き返します。そう、スタポートが動いてない。今動き始めましたが、サプライが詰まっています。なんかちょっとヌタコ選手この試合リズム崩してる感じするな。この選手はちょっとヘリオンは仕事できずでしたね。ここは白雪の選手、いい形でサードまで取れています。さあ、リベレーター。
見事。よかったですね、6で。これ10とか持ってきてたら10死んでましたよ。いやー気づくねー、気づき手じゃん。身の前にくる6キルとか6でもねえな。なんかもうそれどころじゃないものを最近見たような気がする。これはフォースフィールド。こいつ間に合わない。孤立したコロッサスを一体失ってしまいました。まあでもそんなに悪い状況じゃないですね。サードベース早かったので白井球の選手、あ、むしろサプライでは勝てている状況です。次のコロッサスも来ました。さあコロッサス瀕死まで持ち込みましたが、キルまでは取れず、そしてコンカシブシェルが入っていない。おーっと、さあこれはゼロットランバイ。まあでも時間稼ぎましたね。コロッサスをそう簡単に殺さす。うん。さあバッテリー2つ、コロッサス3体はなかなか厳しいところがあるぞ。ここからはちょっとエンゲージ難しいんじゃないですかね。ヘドマインはね結構いるんですが、さあただオーバーチャージは使い切ってしまった。エナジーもあんま残ってないですね。いやー、このランバイに対応している間に正面からも押し込まれている。これは白井球の選手得意の形。いやー一気に差がつきましたね。勝ったのは野田コン選手となりました。さあこれもフルセット、いいゲームです。
お、サイヤークヒレクイ、ヒレクイ勝利です。2-0、しかも。ここまで4連覇してたヒレクイ選手、なんと。よし、ちょっと待って、さっと取りに行く。はい、始めました。レガシービーグルジャパン第431回大会のものをお届けしていきます。マップ左、右下、青のテランはノタコン選手。マップ左上、赤のプロトス、白雪、ノア選手。マップはオーシャンボーンです。テックラボ、まっすぐテックラボつけてきました。マローダーから始めますね。なかなか面白いスタートを切ってきました。おお、今のはギリギリでしたね。今のアデプト食われてたらまた全然話違ってました。バッテリー立て始めてはいますが、まあでもなんか間に合いそうじゃない。いや、あのアデプトがね、しっかり見てくれたから間に合いましたね。
しょうがないのでもう帰るしかないです。え、これは出るんだ。いやー、これストーカー3体で食いに来た。いやー、このオープニングはノタコン選手うまくいきませんでしたね。アデプトがしっかりここで見てくれたのが非常に大きかった。おっと、尖ったオーダーを。さあ、ブリンクがもう終わります。うん、これ面白いですね。マリーン2体しかいないよと思わせておいて、上に上がってもらってっていうところですか。ただ白雪のアセンス慎重でしたね。さあ、リコールで帰った。このフォーラックス、ここにはバッテリーはまだない。バッテリーはできたけど、いやー、このフォーラックス、さあ、ただストーカー追加がやってきて、これはベースを割るには至らないか。うん、ベース割れるかなと思いましたが、やはりスティムの脆さ、ベース割っておきたかった気もしますけどね。どうでしょうね、フォーラックス実ったかなとも思ったんですが、守られたとなるとそうでもないかも。プローブキルもね、ぼちぼちは入りましたけどもね。さあ、ようやくメリバック。さあ、有利取ったなと思ったところから、こういう視界の取り方を白雪の選手してきましたね。まあ昔ね、ウィンターさんの記事にもありましたが、視界は面で取ります。点ではなく面で取ります。ピンポイントでポツンって視界を取っていても、その網にかからなかったら意味ないんですが、こうやって面で取ることで相手の位置をほぼ正確に把握することができる。敵はここですね。有利になってればね、このパイロン200なんて相手の情報よりもね、はるかに安いですからね。さあ、ここは一つ大事な戦闘になっているが、ノタコン選手としてもあまり当たり
自信持って当たる形ではないですね。コロッサス3体に対する答えがない。ゴーストこそいるんですが、うん、ゴーストはいるんですよね。 EMP はぶちかませますが、バッテリーもあることを考えると EMP、 いや外してしまった。うん、ただこれはうまく分断することでプロトス側から来てもらうことができています。そうすることでいい当たりを取っている。うん、テランがいい陣形確保できてますね。ただここでオーバーチャージ、ちょっとオーバースティム気味。オーバースティムするとね、コロッサスの一発がめちゃくちゃ痛くなるんですよね。うん、悪くないトレードはしましたが、それでもベース終わったり内政ダメージを大きく与えるには至りませんでした。ここからはね、ディスラプターへの対応もしていかなければなりません。のタコン選手バンカー立てます。まあ白雪のア選手ランバイもねかなりやってきますからね。今日は少々よく逆に言ってますね。そうなんだよな。なんでなんだろう。まあ性的もあるよ。うん、これはいいシムシティになってますけどね。さあ来るか。さあセンサータワー完成して急いで戻ってくる。ただこのシムシティちょっとプロトスとしては当たりづらい。さあバイキングはいい当たり方できてるぞ。うん、これはもうバイキング、おっと、ただディスラプターも悪くない。シムシティとセンサータワーが救いましたね。こっちですね。うん、ここの突破もなかなかきついですね。バンカーもあり、タンクもあり、リベレーターもおり。白木直選手としてはなんとか突破したいところでもあるんですが、どうする？フォース狩りもあるか？さあピュアリフィケーションノバが結構えぐい入り方してるが、ここはプラネタリーフォートレスのすぐ近くだ。ピーフのすぐ近くで戦ってはいけないと孫子の兵法にも書かれている。損害がお互いにでかい。やはり PF 強力ですね。ここはガチガチすぎてもう突破は無理ですからね。さあここは強引に突破しに行く。ピュアリフィケーションの場も使って、おっと、ただこれはうまく避けた。ナイスドッジ。これでディスラプターがいなくなりました。コロサスもいない。さあハイバリューのユニットがいなくなったところで、うん、
そうなるともう攻めを続ける理由もあんまりないですけどね、白雪の選手からすれば。いやー、この攻めを続けちゃうとやはりサプライを失うだけ。これはノタコン選手にとってかなりいい戦闘になりました。さあどうする。ただね、白雪の選手内政面が非常に優れているのでね、復活も早い。ノタコン選手はもうフォースベースガチガチですね。フィフスに出ようとしない。それを見てか白雪の選手はとにかく内政を広げに行きます。ノタコン選手はもう内政なんてどうでもいいよ、フォーベースで超ハイバリューの軍を作って攻めて一回当たり勝てばそれで。ああ、でもフィフス行きましたね。うん、センサータワーだけ壊しました。うん、さあこっちに当然来るでしょう、プロトスも。ただ位置は把握できている。 EMP かなり固くプレイしています。さあ EMP も入る。リベレーターが直接コロサスを殴っている。あまりいい形ではない。うん、リベレーターほとんど仕事できない形になってしまいました。コロサス3体が手つかず、これは強い。固かった守りをこじ開けて白雪の選手が突破。コロサスが落ちない。一体落ちた。勝ったのは白雪の選手となりました。はい、 GG ですね。いいゲームでしたね。最後はちょっとディスラプターがねほぼ遊んでしまいましたね。まあ、とにかく白雪の選手が右に左にと動いていたので、やっぱりリベレーターあるいはタンクの位置をね固定できなかったっていうのはね、ノタコン選手としてはちょっとつらかったですね。さあ、準決勝はヒレクイ VS バーフィルことデッドリーなんだっけ、デッドリーピクセルだっけ、なんだっけ、デッドリーバードだっけ、なんだったっけデッドリーキチンだ、キティン、子猫ですね。いやー、今日は激戦が多いですね。いいゲームばかりだ。よいしょ、じゃあちょっと一旦広告流します。
はい。でもいいゲームだったね、すごく。見応えがありました。さて、まあ、とりあえず、ヒレクイ VS バーフィルの決着を待ちつつ、のんびりしますか。いやー、というか、これで野球が終わったんだな、今年はね、なんか、割とメジャーリーグの方をよく見てたな、日本の野球より。日本の野球も、まあ、ぼちぼちは見てたけど、熱心に見てたのは、メジャーリーグの方だったな。メジャーリーグね。メジャーリーグね、面白い。さすがエンターテイメントの本場よ。広告ってクールダウンの効果があるのね。そうね。なんだろうな、なんか。いろんなところがさ、やっぱファンが楽しめるようにできてるなーっていう感じがする。それは試合だけじゃなくて、試合ももちろんそうなんだけど、まあ、一つ一つのイベントもそうだし、あるいはプレーオフの作り方とかもそうだし、この選手の移籍とかもね、あれもエンターテインメントだからね。日本だとさ、シーズン中の移籍なんて、もう片手で数えられるぐらいしかないけど、メジャーリーグは両手両足使ってもはるかに足りないぐらいの移籍がシーズン中に起こって、その期限の時とかめちゃくちゃ楽しいからね。何が起こるんだろうって。あとはその広報がね、MLB 公式とかの動画の出し方とか、SNS のアピールの仕方とかも、やっぱ全然すごく楽しいし、その辺はね、ちょっと日本も真似してほしいとこだよな。特に動画周りはね。ああ、野球終わりか。野球が終わるとね、なんか、一気にこう、なんて言うんだろうな。あれ、あ、なんかこう、日常の中の大事なものが失われた感があるんだよな。野球ってさ、なんだかんだ、まあ、オープン戦とかも含めれば3月頭ぐらいから、まあ、この時期11月まで、8ヶ月間ずっとあるわけでさ。やっぱ、毎日のように試合があるから、話題も尽きないし、まあ、いろんなことがありつつさ。それがファってなくなると、ああ、寂しいなってなるんだよね。早く来年の3月にならないかなって、そういう気分になる。まあ、ここからね、オフシーズンが始まって、ストーブリーグが始まってね。遺跡もまたいろいろあるでしょうし、国際大会もあるしね。どうなんだろう、なんか冬のスポーツ好きな人とかいないの？例えばバスケは冬もやってんじゃん。日本だとサッカーはやってないけど、海外だとやってるじゃん。なんか冬のスポーツ好きになれば違うんかね。この時期も楽しめるんやろうか。
雪かきをスポーツとして捉えるタイプの地域の人。競馬か。そう、冬はね。まあ夏と冬どっちが好きかって言われてやっぱスポーツがあるから夏が好きなんだよな。でも、まあ、夏好きだったけどさ、ここ最近の夏はちょっと度を超えてるからさ、なんだろうな、なんか、明らかにおかしいよね。これ何回も言ってんだけどさ、昔の何の仮面ライダーだったか忘れたけど、人工太陽を作って東京を灼熱地獄に陥れてやるって言ってさ、悪の組織がよ、ショッカー的なね、悪の組織がやったわけ。そして東京何度になったと思う？38度になったんよ。今もうなってるんよ、当たり前のように。もうそんな時代だからね。つい今だと、まあ、まあ大したことないってことはないけど、まあ別にままあることだよねって。うん、別にそれぐらいにはなるよねっていうね。え、 RX、 ブラック RX、仮面ライダーはね、そこまで詳しいわけじゃないんだよな。今年も終わりか。今年はなんだ、な、今年ね、なんかあんまりゲームいっぱい遊んだけど、本数は遊ばなかったな、今年は。まあ、その代わりなんか一本一本を長く遊んだ。あとはこうサバイバル系のゲームを今年はね、よく遊んだな。エンシラウディってとか。まあ今はちょっとアークやってんだけどさ。あとはイカルスとかね。まあエルデンリングは面白かったけど。バルダーズゲートね。バルダーズゲートね、なんかね、面白いんだけど、なんかこううまく、うん、実はね、クリアまではしていない。すごくよくできてるとは思うんだけど、なんかこうちょっと好みじゃない要素、なんかストレスとかではないんよ、なんかちょっと好みじゃないなって思うところが結構あって、なんか結局やんなくなっちゃったな。あの移動形式、まあ、あのゲーム性だったらあれにしないとダメなんだろうけどね。まあ、いわゆる見下ろし型のさ、やつ、その、形式じゃん。マウスで移動する位置を決めるタイプの。なんかね、あれが俺そんなに好きじゃないんだよね。まあ、今やってるのがまさにそういうゲームなんだけど。あくまで RPG でってことね。今年何遊んだっけね。まあまあさすがにね、まだ11月だから今年を締めるには少し早いかもしれないけど。今はね、ちなみに黒神話悟空をね、ちょっとぼちぼちやってます。まあぼちぼち面白いです。めちゃくちゃ面白いとは言わないけど、よくできてる。よくできてるけど、なんだろうな、なんかその孫悟空の話をそんなに知らないから、なんかなんだろうな、多分あれめっちゃ知ってる人からすると、あ、ここでこいつ出てくるのみたいなさ、ので盛り上がれるんだろうけど、あ、こいつじゃんとか、何やってんだこいつがとかさ、そういうので盛り上がれるんだろうけど、あれってその話としては孫悟空のお話、だから西遊記のお話の後の話らしいんだけど、孫悟空の話をさ、知ってたら、
ね、いろんなキャラクターの登場に喜べるのかもしれんけど、ドラゴンボールで2周、本当？本当に？ 本当かな？そうなのか？ドラゴンボールってそういう話じゃないじゃん。だって天竺に行く話じゃないじゃん、あれ。レッドリボン軍倒した。そう、だからね、なんかいまいちこうストーリーが楽しみきれてない。だって、なんかちっちゃいイノシシみたいなやつ出てきたなと思って、さ、ずーっとさ、そいつと一緒に旅するんだけどさ、なんか攻略サイトみたいなとこ見たら、そいつさ、あいつ、あれ、猪八戒らしいんだよ。お前、猪八戒なの？なんか出てきたっけ？ってなってた。ちゃんと紹介されなかっただろう。いや、多分、紹介するまでもねえだろう。当たり前だろうっていうことなんだろうけど。そうなんだって。まあ、でも、アクションはすごくよくできてます。ちょっとマップの作り方とか好きじゃないとこも多いけどね。それなりに面白いです。ただ、ステラーブレードと迷って買ったんだけど、ステラーブレードにすればよかったかなとはうっすら思っている。猿が頑張ってアクションするのと、エッチなお姉さんが頑張ってアクションするのだったら、エッチなお姉さんが頑張ってアクションする方が良かったかなっていう気はしないでもない。お、帰ってこないな。なんかすごい頑張ってるな。今日、ひでくいさん、きつい一日だね。まあ、明日も休みだからさ。いいだろうけど。この後、決勝、白雪乃愛さんだからな。今年は映画はどれぐらい見たんだ？結構見たけど、今年は映画も。何が面白かったかしらね。お、帰ってきた。さあ、どうなったんだ？聞いてみよう。今日は11時超えそうやな。あ、バーフィル20で終わりです。お、決勝はピーミラーになりました。バーフィルさんはもうバーフィルっていいのね。今日は外国人プルトス同士の対戦ということになりました。トイレ。
3連休の時は開始時間変えるみたいな話。ああ、そんな話もしてたな。まあ、いいかなっていう。別に、なんか、かえって分かりにくいしね。完全に忘れてた。トイレ戻ってこないな。映画館にはそんな行かなかったな、俺。映画館はね、今年映画館行ったのは、ドゥーンパート2、オッペンハイマー、落下の解剖学、あ、マッドマックス、ルックバック関心領域、デッドプールか。なんか去年よりは行ってないな。去年もっと行ったんだけどね。なんかさ、最近さ、まあ映画もね、今高いじゃん、1900円する。で、最近は本当にさ、めちゃくちゃ配信行きが早いからさ、なんか、もう本当に見たいっていうやつ、以外は、もう別に配信待てばいいかって、なっちゃうようになったな。いいのか悪いのか、行こう。頼もしい。行かなかった。ね、割と。ああ、なるほどね。いやー、それがさ、なんか このやりとりいいね。私の相手は誰ですか？私です。よろしくです。よろしくお願いいたします。ほら、これなんですよ、皆さん。日本人が忘れてしまった礼儀。みんな言ってる？よろしくお願いしますって、ちゃんと。もう何も言わずにバンピック始めてない？これよ。部活のノリ。この部活のノリをどんどんやっていくから。そう。で、スクリーンの話だけどさ、佐世保市にはないんですよ。そういう、いわゆる、ラージフォーマットが。はいだよね。さすがに、もう何も言わずにバンピック始めないとは思うけど、言ってはいとかだよね。はいはいとかね。そう、佐世保ラージフォーマットがないんですよ。だから、IMAX とかさ、そういうの見れないんだ。一回だけシン・ウルトラマンを佐賀の映画館で、なんだっけ、あの揺れるやつ。
ハイユロ OK ありです。やば。2000年代序盤の MMORPG じゃん。あれか、4DX か。そう、4DX でね、一回だけシン・ウルトラマン見たんですけど、めちゃくちゃなんか楽しかったんですよね。あれ良かったなぁ。風とか出たり揺れたりとかね。あれ、本当だ。うん、多分このユースが間違いなんだと思う。あ、うん。ユースは間違いだって。アンフィオン番です。頑張ってって言ってる。2回消せるんだったら2回消しとけってことか。はい、始まりました。レガシー・ウィークル・ジャパン第431回大会でお届けしていきます。マップ右上、赤色プロトス、白井キノア選手。マップ左下、青のプロトスは、前回よりね、参加の、バーコードですけど、バーフィ選手でいいのかな？結局、なんて呼べばいいか、まだ決まってないんですが、バーフィル選手か。先週はデッドリー・キティンっていう名前で出てて、でも、名前はゲーマーズ・キングだったんですよね。ただ、今回はバーフィルで出てるんで、まあ、バーフィルと呼びます。バーフィル選手です。どういう意味でしょうね。バーフィルとは。さあ、P ミラーです。まあでもね、バーフィル選手、まあ、前回はクリムゾン選手にプロスペクトでね、敗れましたけども、まあ実力の高さはね、見せつけてくれました。また強力なプロトスが、レガシー・ウィーク・ジャパンに増えましたね。新大久保、そうそうそう。前回新大久保から参戦してたんだけど、今日はどうなんでしょう。今日も新大久保から参戦してるんですかね。前回どこに住んでますかって言ったらさ、東京のどこどこって、どこどこのどこどこって言い始めたからマジで焦ったんだよな。やめてやめてって。まあ日本には住んでるみたいですね。あ、学生さんなのかな、どっちなんだろう。なんかそこ聞いときたかったな。新宿って言ってたの。まあ、新宿って言ったって、でも新宿って言ったってね、何もわからんって言えばそれはそうなんだけどね。ね、学生さんなのか社会人なのかちょっとわかんないんですよね。まあでもね、スタクラは万国共通。スタクラを通じて俺たちは世界とつながれるんですよ。共通。さあ、まあね、おっと、なんか今一瞬止まってたような気がしたけど。さあ、バーフィル選手、一応シールドバッテリー。
うん、お互いにハルシネーションフェニックスをバンバン飛ばします。なんでね、ちょっとテックを隠すっていうのは現実的ではないんですよね。本当に隠したかったらなんかこんなとことかに立てないといけない。さあ、お互いにサプライもワーカーもほぼ同じような状況です。仕掛けるのはどっちか、まあ、お互いブリンク行っていて進行度はそんなに変わらないですかね。ロボは、うん、ロボ行ってるのは白雪ノア選手だけ、フォージ行ってるのも白雪ノア選手だけ、バーフィル選手はトワイライトカウンシル以外のテックが今んところまだないという状況。ここでようやく放置。ロボ行ってないんですよね。なんか結構珍しいよね。さあ、サードベースのタイミングもね、ほぼ同じでした。仲良し2人組。さあ、これはストーカー一体食いました。うん、試合はまだまだ動かなさそうですね。マーフィル選手はちょっとやっぱテックが全体的に遅いですよね。なんでしょうね。じゃあ何にガス使ってんだ。ああ、掘ってないんだ、そもそも4ガスは掘ってない。でもそれは別に白雪ノア選手も同じですからね。まあ、その分だからストーカーの数が多いのでガスはここに使っているということになります。ただこのストーカーで攻めるわけではない。うん、どうなんでしょうね。どんどんバリューを失うユニットでもあるので、減っていくユニットでもあるのでね、できれば早め早めにこの大量に作ったストーカーは生かしておきたいですよね。チャージロットがね揃ったりしてくるとちょっとこの大量のストーカーが重たく感じてしまうと思うので、さあ、ただテンプルアーカイブスは先に行っています。バーフィル選手、アデプトが忍び込みますが、これはきっちり対応です。軍量的にそこまで差はないですからね。そんな自信持って勝てるような展開でもないです。さあ、ここで当たりに行くか。陣形を整えて当たっていく。うん、もうバッテリーオーバーチャージも使えますし、さすがにこの展開、この軍量差では行きづらいかな。ただアップグレードも白雪の選手勝ってるんですよね。さあ、アーコン出したいですね。
ハルシネーションコロッサス。さあ、ここは思い切って当たらない。白木の選手はフィフスベースも確保しようとしています。おっと、さあこれはセカンド側から当たりに行く。ロボが壊される、壊された。逃げる逃げる。今度はフォースにゼロトランバイ。これに対応しようとするならば当然こっちからも来るが、これにはしっかり対応できそう。マップをお互い広く使って戦っていく。さあ次が控えてるよ。さあお互いにコロッサス、ディスラプターなどのハイテクユニットにはいかず、アーコンに行ってるのもバーミル選手だけというような状況。しかもイモータルもなんか1体しか出てないんだよな。さあお互い慎重に軍をため合ってマックスアウト寸前です。おっと、ここはここだとどうなるんだ。お互いのゼロットが生きないが、うぎゃー、とんでもないゼロットランバイが来たー。これはもうリコールですね。ただソイギンタ、このリッチベースは当然割に来る。なんならこっちまでいけるか。大量のゼロットをワープインしてなんとか時間を稼がなくてはならない。本体が合流。ブリンクインして、さあアーコンの数ではバーフィル選手の方が多そうだが、追加のワープインが入る。うわ、アーコンパワーか。ストーカーがだいぶ削れてきたバーフィル選手。いや、ただ白雪の選手差し切った。 GG 勝ったのは白雪の選手となりました。紙一重の試合でしたね。お互い軍をため合って一回ドカーンと当たるという展開になりましたが、まあうまくゼロットランバイで軍を揺らしていい位置を取って当たりましたね。
はい、はい、はい、レガシービークルジャパン第431回大会の模様をお届けしていきます。マップ右下、赤色プロトス、白雪ノア選手。マップ左上、青のプロトス、バーフィル選手。マップはオシャンボン。うん、見応えがあるゲームでしたね。まあ、お互いにちょっと攻め手に欠きつつマックスアウト寸前まで行って一戦のせいで当たってというところでしたが、まあでも試合を通じてね、やっぱり少しずつ少しずつ主導権を握り続けたのは白雪ノア選手だったかなというところでした。お、今日レギュラーし忘れないでくださいよ、毎週やってるのに。まあでも連休の真ん中だからね、なんか気持ちはわからんでもないわ。しばらくね、テランの優勝、サイアク選手の優勝続いてたんですが、ここで途切れましたね。さあ、白木の選手拡張、バーフィル選手も拡張、お互いに拡張から始まっています。セントリー行ってます。さあ、白雪の選手は結構早い段階からワープリズムを出してきました。バーフィル選手はプロキシパイロンを1本仕込んでいます。ゲートウェイまで行くのか、もしくはダークシュラインとかいう可能性もありますけどね。さあ、ワープリズム中に乗っているのはアデプトですかね。お互い先の仕込みをしながらというところでしょうか。白雪の選手は先ほど同様、まずロボ行ってからのトワイライトです。バーフィル選手はシンプルにトワイライト。1,2,3,4,5。ただで5キル。ごっつぁんです。
さあ、ただこれはおそらく仕掛けになるでしょうね。これよくやるんですよね、白雪乃愛選手。アデプトの移動速度アップ、P ミラーで。まあ、別にアデプトに強いユニットがいるわけではないって考えたときに、どうなんでしょうね。ゼロットとアデプトどっちがいいんだっていう。まあ、今回はそもそもブリンクに行ってないので、まあ、ストーカーも別にアデプトには強くないし、別にアデプトストーカーに弱いわけではない。ただ、別にストーカーに強いわけでもない。この辺りがどうなるのか。さあ、バーフィル選手は機動力を生かしたプレイしていきます。ちょっと変な感じになるか。おっと、これは楽しい楽しい。 It's best time。 どうする、リコールはできない、エネルギーがない。こっちはできますが、行くのかい、行かないのかい、どっちなんだ。いや、逆だ、戻ってきた。この判断どうだ。ワーフィル選手戻ってきた。どうでしょうね、先に始めれてたんだから戻らなくてもという感じはしなくもないですが、サプライは白井選手が上回っている。ただここにはバッテリー3本があります。オーバーチャージはさっき使いました。アデプトがなかなか硬い。そしてこういう機動力を生かしたプレーもできるというところで、ゼロットよりもこっちが選ばれたのでしょうか。ただ、どうだ?さあ、バッテリーはもうエナジーがない。ここで、イモータルがストーカーをボコボコ溶かしていく。まあ、アデプトにすることでね、ガスをイモータルに使えるというところですが、GG 勝ったのは、白井乃愛選手となりました。プロでも直接見る子。なるほどね。イモータル。アデプトイモータルか。まあ、敵がブリンクストーカー行ってる時だったら、前衛をアデプトに任せて、イモータルでバカバカ打ってやればいいっていうところですかね。今強かったですね。めちゃくちゃイモータル強かったね。鮮やかでしたね。バフィル選手初優勝はならずというところになりました。まあでも、準優勝見事でした。はい、ということで今日はここまでですかね。お疲れ様でした。早くバッテリー直しろ。まあどうでしょうね、パッチ作るでしょう。まあ今はまだテスト中ですけど、今月中ぐらいには来るんでねえの、新パッチ。まあね、新しいバランスアップデート案に関してはウィキにね記事がありますので、ぜひ皆さん読んでみてください。まあ、結構ね大きな変更も入ってますからね、どうなるでしょうか、楽しみですね。ということで、今日はここまでですかね。レガシーウィークルジャパンをねサポートしたいという方はぜひ、サブスクの方をお願いいたします。サブスクしていただけると大変嬉しいです。また他にもですね、まあ、ちょっとここ、ツイッチの下の方にリンクがありますが、欲しいものリストから何か送っていただくとか、あるいは欲しいものリストから Amazon ギフト券を送っていただくとか、そういったものも大変嬉しく思います。ということで今日はここまでですね、来週は11月10日日曜日の、8時からレガシービークルジャパンやりますので、そちらでよろしくお願いします。ということで今日はここまで、また来週お会いしましょう。バイバーイ。